ました。ちん、アルプチ始まるよ。こんにちは、みなつすけろ。キラキラこんにちは、まこです。くまがおひなです。ひなの。せーの、ひなの。せーの、キラキラキラ。あということで今回は TikTok 同じの撮れるまで帰れません。その名の通り、一人ずつ横に来て音源を取るんですけど、それが一致するか、同じの取れるかっていうやつで、何回目で会うかなっていうのを。でもこれは一発でしょ。絶対一発でいける気がしてる。私絶対一発だと思いますけどね。全然揃わないってなったら、え、頑張って、それで絆は解散っていう風になるよ。なるよ。今回はなんやこ東京は厳しいね。そう、私のみんなハマってる曲なんですよ。みんなハマってて。順番から早速決めていきましょう。はい。はい。じゃんけんピッピンする？じゃんけんピッピン。はい、じゃんけろキロにしましょう。じゃんけろキロね。じゃんけろ。じゃんけろ、じゃんけろ、じゃんけろキロ。おお。じゃんけろ、じゃんけろ、じゃんけろ、じゃんけろ。ああ。じゃあ何番がいいですか？じゃあ。みなつーのつー、みなつーのみで、あ、みなつーのみで、私は私はこうして、あ、やだな。私はワース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 この順番でね、やっていきたいと思います。はい、せーの、レッツゴー。前になんかもう決まってるみたいな話になって、なんかひなたが一言ネタ系に走っちゃいそうって言ったんですよ。でもみなっちゃんとひなはってなったわけですよ。多分最初ひなとみなっちゃん自体も違う楽曲を多分予想してたんですけど、そのひなたの一言で私はなんとなくあの曲なんじゃないかなと思ったのがあって、じゃあ私に合わせてくれ。次のひなたにバトンタッチです。はい、じゃあ私撮っていきたいんですけど、1回目は合わないかな。1回目は私は見て学びたいと思ってるんで、みんなこれでしょうっていうネタ系のやつを撮りたいと思います。終わりました。これは絶対揃ってます。期待します。予想はもう絶対にこれですね。帰ってきたひなのんの顔、頭の状況とかからしてもこれかなって思ってるんで。どの辺だ？やっぱりちょっとあの暴れた後というかかなって思ったので、これでいきたいなっていう。じゃあマツコも呼んできます。4番目です。ひなのちゃんがこれ取りそうなんだよね。私が可愛いんだよね。でもひなたちゃんは絶対これは取らないから。狼ポーズ、なんかめっちゃポーズも入ってるんでこれにしました。ということで、はい、第1回戦目終了です。はい、どうですか、自信のほどは。あるつもりはあります。あるつもりもあります。はい、ありますつもりも。なんかひなちゃんとひなたとちょっと話したんですよ、さっき。なんかひなだけちょっと違うなって思っちゃって、うん、そう、どうやったん。なんか2人はすごい話噛み合ってて、なんだろう、ですよね、うん、多分なんか一緒の気がする。一回一緒だよね。絶対絶対一緒です。もう分かんない、この2人は2人のワールドがあるから。私から発表していきますね。はい、こちらです。2だろ。すまんけろ。すまんけろ。じゃあ私今からやっていきたいと思います。はい、はい、あ、ちょっと、え、それは2だろ。それは2だろ。まあ、まあやっぱそうじゃん。ひなひなたに合わせたら何の顔だよ。そうですね。うわあ、なるほどね。もう古い。いや違うんですよ。世間的に見ればね、古いですよもう。ただ今回4人で合わせたってことだったじゃないですか。
りはしないよ。4人の共通点といえばこれじゃん。さっきもやってたね。そう。待って、しかもさ、合宿のさ、時さ、そうだよ。撮ったよね、4人。そうだよ。だから私は、古いけど、これをわざわざ撮ったんです。返すこともございません。はい。しかも寄ってました。すみません。なんで一人全然可愛くやっちゃってました。初めて聞いたしね、しかもこれ延長グルルンルーしか知らないし一応ここでベルプチポーズだよみたいなのが3でもないし4でもこれ4回なんですけど退場していただいてもいいですね。あ、そうですよね、一発目だしね。まあまあまあ、うん、そうですよね。あ、決めました。まあ困ったらこれでしょ。いや怖いな。わかりました。なんか怖い、なんか全然違う。困ったらでしょ。帰れないよ、会わないよ。待って待って、そうだよ。じゃあまたひなの先輩からお願いしますわ、はい、お願いします。お願いします。私たちって、まあ、メルプチじゃないですか。私が言いたかったのはそのこれです。私が踊る曲はこちらです。真央子ちゃんがなんかメルプチポーズあるしみたいに言ってたんですよ、さっき。だからいやもうそれはメルプチで行こうと思って私は信じてます。じゃあ日向さんよろしくお願いします。じゃあ2週目ということで私はもう曲を決めてきたので持っていきたいと思います。いきたいと思います。夏はだいたいちょびっとしょっぱい波風とこれがめっちゃバズってたと思うんですよ、私的に。一回雰囲気からって変えてこういうのやってきそうだなと思ったので、この音源しそうだなって思う人はマッコンです。全員じゃないの。全員でやって。全員やると思います。本当に大丈夫。どうしよう。待って、じゃあみんなが今揃えやすいって言ったらこれ審査にもやったし、この音源で撮りたいと思う。多分これだったらみんな揃えてください。絶対これでみんな揃ってると思うので次のみな姉さんにバトンタッチしようと思います。絶対一択だと思ってたんですけど、ヒーナがめっちゃ遅くてこんな時間かかるやつじゃないと思うんです。これでいきます。もううちらは誰なのって、1個の音源しかないんじゃないのって。みんな待ちたいと思います。それはあります。あります。ありあり。みなつさん的になんか懸念が聞こえたんです。はい、私は結構早く終わったの、うん、なのになんかヒーナがみんなだけ長くて。確かに。うわ、ほんとだ。長かったよね。なんか多分、YouTube 一本撮ってんじゃねえぐらい。YouTube 一本の企画撮ってんじゃねえぐらい長くて。まあまあまあ見ますか。じゃあ、見ていきますか。まあ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 。心当たりは、うん。あります。いいですか、行きます。じゃあ、はい、お願い、お願い。かわいい。かわいい。やっぱりメルプチの音源かな。ですよね。確かに。うちらといえばそうですよね。じゃあ行きますね。そうそう。じゃあメルペチ。やっぱそうだよね。そうだよね。そうだよね。じゃあ行きます。はい。はい。はい。なんかここで揃いました。じゃあヒーナパイ先輩。なんかやめてほしいんだけど。おい、それ3だろ。3だよ。3だろ。明らか3だよ。なあ、3だよな。連絡しなくなったよ。かわいいけど。かわいいですけど。パチパチじゃないんだよ。そうだよ。ねえ。でもさ、でもさ、これが来たということは？ということはだよね。ということは、はい、行きましょう。はいはいはい。おー！ということだよね。おい、おーじゃねえかね。ちゃんと考えるよ。正直私が言ったからひなのちゃんに伝わってないかも。じゃあ、はい、行こう。ひなの先輩お願いします。はい、多分必ず系なのかなとは思ってるんですよ。本当にいいの？え、ねえ。いや、信じてます私は。いいんだ。ちょっとねえ、知らない。
踊ってください。お願いします。いいんだね。いいんだね。いいですよ。まあなんかみんな言ってたんで、もうこれしかないだろうということで、一つ目が可愛くてごめん、二つ目がどの子かな、どっちかなんですよ。絶対これで間違いないと思うので、私は今はすごくいい感じの気分です。ひなたちゃんが予想通りの時間で帰ってきたからです。いきます。もう完璧です。これはさっき大ヒントだったんで、これは揃うでしょう。それでは、はい、ご用意していいですか。はい、は私から自信たっぷり。あなるほどねーと言いました。なるほどねー、なるほどねー、なるほどね。じゃあいきますよ。はい、揃ってるね。はい、はい、じゃあ、はい、なさいいでしょ。揃ってますね、ここ。さっき、はい、丁寧にミスを犯してしまったので、はい、はい、お願いします。はい、いいわけじゃない。あ、そっかい。やばい、あやいしょ。なさい、物足りない、物足りない。ハッピーボーン。ピンポンだろう。はい、皆さん、これやっぱピンポンだろう。おめでとうございます。そっか。うーん、まあ、かかったけど。それだけ。確かにね。だってさ、先週カラーズで踊ったやん。じゃあ、ひながさんだけお泊まりってことで大丈夫ですか。やだー、お茶会させよう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。失礼します。お疲れ。じゃあね、頑張って。また明日ね。また明日、バイバイ。ちょっとそれまで帰る。あ、そっか、言ったらいいのか。言ったじゃん。え、なんで分かってたんですか。絶対違うって思ったもん。なんで。じゃあ私は3曲目ですよ。3曲目で、まあ、やっぱり男の子のために可愛いわけじゃないよ。みんな踊ると思うんですよ。え、絶対これは合ってると思うんで、こちら踊っていきたいと思います。ということで答え合わせをしようと思います。え、嘘、みんな同じ曲。次、私の発表をしたいと思います。こちらです。こちらです。やっぱ3曲目はこれでしょ。私たち選抜生の絆がやっぱりあったということで証明できましたね。はい、もうやっぱり嬉しいよね。本当に嬉しい。やっぱりでもやっぱ1曲目で行きたかったけどね。ほら、もうやっぱほら、そこは2曲だよとかさあったじゃん。もうやっぱ1曲目で揃えたかったけど、今回は3曲目で揃うことができました。嬉しいです。はい、じゃあこれからも絆を深めて頑張ります。じゃあ行くよ。せーの、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。もう揃ってよかったよね、本当にね。よかった。大丈夫ですか。大丈夫ですか。お疲れ様です。ピーポー。はーい。